だからこれは英語力鍛え上がりますよ。慶応大学商学部 B 方式、統計併願者ゼロ認定、まあ、ね、中央大学国際経営学一番おすすめです。今回始まりましたモリテツチャンネルです。今回はですね、平田瀬也、どうも、はい、森鉄の悪友ランキングナンバー2早稲田工学塾代表の平田です。よろしくお願いします。はい、今回ですね、前回に引き続き、そうですね、マーチ、マーチ21年入試、マーチはここが熱いっていうのをね、やっていきたいと思います。はい、集中、はい、はい、癖が強いんじゃ、はい、はい、前回は明治の国際日本学部と、それからね、青学のね、国際政治経済学部と共生学部をね、ご紹介しましたが、今回さらになるマーチのね、学部を紹介していきたいと思います。おすすめなね、特に森鉄チャンネル視聴者の層にはおすすめです。はい、法政大学、グローバル教養学部、あ、ここもね、すごく人気があるんですよ。法政もね、これもね、あの明治の国立と同じぐらいで2008年にできた学部で、まあ市ヶ谷のキャンパスにあるんですけれども、ここね、ただね、ちょっと競争が少し厳しくなります。なんでかっていうと、定員がね100人なんですよね、学年別定員が。だからちょっと競争が激しくなりがちな感じがしますね。第一志望者0人なのに、0人なのに炎上する炎上しようとしてる俺いない時にやってただあのこの学部に関しては、僕が個人的には早稲田国境行きたかったけど、でも早稲田国境はちょっと強すぎるしなみたいな人には、うん、一番おすすめです。なんでかっていうと、カリキュラムがね、早稲田国境と非常に似てる感じがするんですよね。どういうことかっていうと、早稲田国境って英語で行われる授業の比率がほぼほぼ 100% なんだけど、はい、この法政のグローバル教養学部もほぼ 100% なんですよ。そうなんですね、うん、しかも早稲田国境は留学が必須なんだけど、そこはね、柔軟性あって留学は別に必須じゃないから、むしろ早稲田国境よりは行きやすいですよね。で、早稲田国境に関しては留学必須なんだけど、成績順で行きたいところとかが決まっていくんですよ。だから成績悪いと全然行きたくもない国に飛ばされるんですよ。で、そんなのもあるから、むしろ必須じゃない方が留学したいよっていう人にとっては自分で行きたい席選べるから、割とありですよねって僕は思ってるんですよね。で、この学部の特徴としては、少人数制です、うちはっていうのを売りにしてるんですよね、はいはい、だからね、授業の中も結構ディスカッション系が多い、はい、うん、だからこれは英語力鍛え上がりますよ。で、入試形態はここも21年入試からちょっと変わるんで、少しチェックしておいてくださいね。英語200点、国語100点満点、2科目です。21年入試から古文を出題範囲に含むって書いてあるんですよね。へえ、前までなかった、うん、前までね、僕見てみたら現代文のみでしたね。へえ、うん、だから、まあ、ちょっと古文が新しく入ってくるのかなっていうところがあり得る。法政のね、グローバル教養学部はちょっときついなっていう人に関しては、もう一個ね、似たので、はい、あの法政のね、国際文化学部ってあるんですよ。へー、うん、ここはね、まあ細かくはいろいろ違うんだけど、簡単に言うと、法政のこのグローバル教養学部をもうちょっとなんか優しく緩くやりましょうよっていうような感じで英語と向き合わせてくれるんで、うん、こちらもおすすめなので、まあちょっとそっちの方を受けてみようかなって方はぜひ見てみてください。なるほど、はい、で、次はね、僕個人的には一番おすすめです。おー、うん、マーチじゃないんですけど、マーチじゃない、マーチじゃないじゃないなんですけど、はい、学習院の国際社会科学部。ああ、まあね、 G マーチと言われます、 G マーチと言われるから、はい、まあ政府として、うん、あのね、ここはね、16年にできたキャンパスなんですよ、うん、で、目白にあるんですけど、もう高田馬場の隣なんですけどね、はい、学習院ってね、すげえ偏差値いいのに、というか、どう思います？明治と学習院だったらどっちが上だと思います、偏差値。いやー、でも明治人気あるから、うんうん、まあそうか。いや、なんか学習院って実はすげえ優秀なんだけど、でも意外と人気ないというか、うん、数字上はすごくいいところに出るのに、そうね、いまいち受けたいっていう人がいないから穴場になるんですよね。あの、ここは学生定員200人で、外国人教員比率が 30% 強あって、結構ね、先生が外国人である確率が高いんですよ、うんうん、で、英語授業比率が 65%、 ほら、まあまあ程よいよりもちょっとややきついかなぐらいだから、うん、まあ英語本気でガチやりたいぜっていう人にはすごくおすすめで、留学がね、またこれも面白くて、留学は必須なんだけど、1ヶ月から1年間で選べるんですよ。だから、まあ、前の動画でも僕が申し上げたように、4年間の中で留学ができる、かつ行きたい期間も選べるっていうところがあるから、結構これはね、すごくいいなと思ってて、で、さらに僕が一番おすすめな理由はここからにあるんだけど、なんかやっぱり他のね、早稲田国境にしても法政のグローバルにしても、入った瞬間から英語ガチ勢じゃないと、はい、結構
生きづらい世の中になっちゃうんですよね、うんうんうん、この学習院の国際社会は1年次は英語4技能をトレーニングしながら日本語で社会学の基礎を学びます、はい、で2年生時にちょっとずつ英語での授業が専門科目でも増えてきます。へー。で3年生からほぼ100であの英語で授業をやろうぜっていう風になってきますので、そういうと、まあ、段階的に皆さんを成長させていってくれるからここありなんじゃないかなって僕は思ってますね、うん、試験科目が英語150、うん、国語100で選択科目100点で国語は漢文ありません。でもちろんここも、政治経済選択者も受けられます。なるほど、ね、昔はなんかね、うん、学習院って日本史が超むずいとか言ってね、言われてましたからね。でもね、それね、まあ、どこの次第もそうだけど、はい、やっぱだんだんとね入試問題って、まあ、良くも悪くも優しくなってきてますよ。あ、そうなんだね、うん、やっぱり解けない問題出してもしょうがないからね。なるね。はい、3つ目、はい、まあ、これはねちょっと僕個人的に教えてあげたいなってやつだったんですけど、はい、もはや G マーチですらないんですけど、はい、ちょっと最後に総計総計って言うじゃないですか、はい、やっぱね総計寺、はい、そうですね、名前にね総計と二小学者が入ってますからね。二小学者、総計と二小学者を愛し、総計と二小学者に愛された男がいるんですけどね、字は違う、違うけどね慶応大学商学部 B 方式総計併願者ゼロ人説、まあゼロ人説って言い過ぎなんだけど全然いない説っていうのを出したことがあるんですよ、うん、で確かにちょっと反響良くてあんまいないんですよね、やっぱりね他の塾とか予備校とかでも総計で受けますっていう人が。どういうこと、総計で受けます。要するに早稲田を第一志望にしてる人で慶応も僕受けますみたいな人があんまりいないんですよ、うん、そうなの。うん、うちの塾とかでも例えば年間で受験学年が100人ぐらいいるわけですけど、はい、慶応も受けますっていう人はせいぜい 5,6 人です。そうなの、うん、なんで分かんない。で全国的にも確かに慶応いなかったなみたいな、国立の滑り止めのやつらばっかりだったなみたいな。へー、うん、だから意外と少ないんですよね、うん、やっぱなんでそうなっちゃうかっていうと小論文っていうのがね鬱陶しいんですよね、慶応はね、うん、そういうこと、いわゆる国語と英語と社会で絞り込みたいのに小論文もやらされるっていうのが科目削減とかしてここにたどり着いた皆さんにとってはうってなっちゃうんですよね、科目増える感じがしてね。それでまあ下のでも慶応でしか小論文使わなくて下のマーチラインでは一切使わないからってことで敬遠されがちなんですけど、慶応商学部の B 方式だけはおすすめです。なぜなんですか。なんでかっていうと、まずまあ科目はね英語選択科目小論文で変わらないんですよ、はい、ただまあ僕が思う理由は2つあって、まず1つにはあの小論文なんだけどこれ事実上のほとんど国語、ただ気をつけるべきポイントはあの2020年からちょっとね数学が少しね復活してきました、はいはい、言われてましたね、しばらくね出てなかったんだけど20年から復活してきて、でそのレベルが以前の慶応商学部の小論文だったら、まあ、これ中学生でもできんじゃねえかみたいなレベルの計算とかだったんだけど、今回期待値を求めるような計算とかでちょっと数学 2B になってきて、ちょっとずつなんか数学が嫌になってきましたみたいなくらいの人だったら見てみてもいいかなと思う。でやってみて、であこれぐらいだったら俺処理できるかもっていうようなことであれば十分受ける価値ありです。じゃあ珍しい小論、うん、小論ですらない。あともう一個の理由は、うん、僕は個人的にはあの英語は早稲田より慶応の方が難しいと思ってるんですけど、個人的にはね、うん、あのまあ、自分が早稲田ばっかり解いてるからかもわかんないんですけどね、まあ、早稲田の方が難しいよ、ね、よく言うんだけど、そんな僕でも慶応の商学部に関してはね、これはもうちょっと英語の先生の前でね英語の話するのもなかなかちょっとあれなんですけど、慶応商学部に関しては正直いけると思うんですよね。難しくないよ、ですよね、ですよね。あの慶応商学部は特にちょっとこう難易度的にも僕は全然な気がするから、まあボリュームがあるなっていう印象はなんとなくあるんだけど、大問数も多くて、だけど時間さえ大丈夫だったらまあまあいけんじゃないかなと思うんだけど、どうです慶応商学部で。簡単だよ、総計の中では全然余裕、うん、一番下のレベル。あ、マジっすか、うん、そうなんだね。ちょっとね、まあ小論文大丈夫、英語も大丈夫で、社会に関してはまあ皆さんもねご存知の方もわかるかもしれないけど、まあ用語にめちゃめちゃ強ければ大丈夫でしょ、あの問題スタイルは。ってなってくるとここはありっていうことなんで、ちょっと慶応商学部の B 方式はちょっとぜひ考えてみてほしいなと思います。そんなとこかも日本史世界史ですね。まあ、ちょっとね計算の部分だけね、ちょっと自分いけそうかどうかってところはチェックしていただきたいなと思います。もう一個、国際系が気になる方々に、まあ、ちょっと時間の関係でねここまで詳しくお話できないんですけど、以下メモっておいてください、中央大学国際経営学部、
ここもすごくおすすめですね。ここね、英語授業比率っていうものが 73% もあるんで、うん、ここ結構なかなかガチで英語勉強できるよっていうようなところではあるんですよね。イギリスに留学だ。うん、ほんと、あのね、外国人の先生も 30% 以上いるんで、すごく多いから、ここいいっすよ、マジで。で、留学期間もね、夏休みの期間に4週間ほど行くだけで大丈夫。そうなんだ。だからもう旅行じゃん、みたいな。へぇー。うん、だからいいよね、と思って。立教はないんすか？立教出てきてないんすよ。立教は異文化コミュニケーション学部。おここがまあ人気で、ここ女子約7割。いいよね。いいっすね。で、ただ、まあ、立教の場合ね、まあ、別の動画でも撮りましたけど、結構今年いろいろとやかましくなるんで、入試がね。立教文学部だけはね、変わんないんだけど、やっぱり共通テストを使うスタイルだ、英語4技能を使うスタイルだって、ちょっとうるさくなるから、ちょっとここはね、入試スタイル見て、まあ自分行こうかなっていうのはご判断くださいと。そして、関西にもね。関西、そう。関西はね、僕ね、この2択でいいんじゃないかなと思っていて、一つは、立命館大学のグローバル教養学部。はいはい、ここはもう僕は関西の早稲田国教と呼んでますね。もう英語授業比率がほぼ 100% です。おー、うん、そしてもう一つは、同志社大学のグローバルコミュニケーション学部。はい、ここもおすすめです。更新データによると、うん、いわゆるまあ、カンカン同率ってあるんだけど、はい、まあ、今も同志社が一個頭抜けてるみたいですね。はい、そうですね。うん、超難関国立大を受ける連中の併願先の一番人気も同志社。うん、で、早稲田慶応を受ける奴らが関西ではどこを受けてるかっていうのも同志社が一番人気なんで、はい、まあ、ちょっと頭一個抜けてきたかなっていう感じがありますんで、うん、まあ、関西の方は、まあ、このね、立命館及び同志社、おすすめなんで、ぜひ受けてみてくださいというお話でした。はい。ということで、まあ、国際系の学部の話だったわけですね。うん、そうですね。じゃあおすすめ国際系っていう21年はマーチ入試はその辺がおすすめですよっていうことでした。わかりました。はい、ご視聴ありがとうございました。